では、今回は簡単なアニメーションの設定の仕方についてご紹介していきたいと思います。XSI では、あらゆるオブジェクトまたはパラメータに対してアニメーションをつけることができます。このようにオブジェクトを選択し、Ctrl-K を押すと、このようにローカルのトランスフォームのパラメータが開きます。または5.0からは、このようにレイアウトの下の部分ですね。こちらの方をクリックすることで、このように パラメータが現れます。この中で直接パラメータの部分、この緑の部分ですが、こちらにカーソルをクリックすることでキーを登録していくことができます。フレームを移動します。再度キーを登録します。フレームを移動します。H を移動し、キーを登録します。 こういった形でアニメーションの登録をしてもらっても構いません。また、一気に行いたい場合、こちらの上の鍵マークの部分をクリックすることで調整を行うこともできます。また、キーですが、こちらカーソルを合わせて、右ボタン、これでアニメーションのコピーや貼り付け、削除といったようなことができます。ここでアニメーションの削除を行うと、このようにアニメーションが消えているのがわかります。 また一気にやりたい場合は、こちらでアニメーション削除ですね。こういったやり方でアニメーションをつけることができます。ただ、このやり方ですと非常に煩雑です。そこで、実は今私が使っているのはノート PC なのでできないんですが、デスクトップのマシンの場合ですと、点キーの123でスケールローテーショントランスレーションのキーが自動的に割り当てられます。 失礼しました。1、4、7ですね。で、自動的に割り当てられます。そちらを使うのも一つの手です。または、現在、ちょっと MCP の方に戻します。現在、トランスレーションを選択しています。このトランスレーションを選択した状態で、K のキーを押すと、このように、自動に、で、トランスレーションの部分にキーが打たれます。では、フレームを移動して、さらに、 K を押しますまますすたたた打れのがかりでは、フレームを移動します。K を押します。そうすると、現在選択しているトランスレーションの部分に自動的にキーが打たれたのがわかると思います。では、ここで私が例えば、回転を選択します。そうすると、そこで K のボタンを押すと、やはり同じようにキーが打たれます。このように、ショートカットキーの XCV を選択した後、K のキーを押すと、 そのパラメータの部分でキーが打たれるのが分かります。これはマーキングと呼ばれる機能を使っているわけです。このマーキングですが、実は個別で設定することもできます。また、XCV、つまりスケールローテーショントランスレーションの場合は選択すると自動的にこのようにマーキングがなされます。 これを個別に行う場合ですが、このように直接パラメータを選択し、K のボタンを押しています。そうすると今、黄色くなった部分、これがマーキングされたものです。ここで K を押すと、このように選択されるのがわかります。ただ、このマーキングですが、今のはあくまでも一時的な措置になります。 例えばここで XCV 等を選択すると、このマーキングが外れてしまうのがわかります。では、このマーキングを固定する方法ですが、どうするかですが、失礼しました。全部を選択して、一旦キーを削除しておきます。アニメーションを削除します。 このマーキングを固定する方法ですが非常に簡単です。マーキングしたいオブジェクトを選択し、この三角形の部分ですね、こちらをクリックします。そうすると、各オブジェクトに割り当てられているパラメータがこのように選択することができます。この中で自分がマーキングしたい部分を選択します。ポジション X と、例えばポジション Z、さらにオイラー角の Y。 スケールの Z といったようなものを選択してみます。選択しただけではまだロックがかかっていません。そこで選択し、この横にですね、ロックアイコンがありますので、こちらをクリックします。そうするとロックがかかります。ここでキーと打つと、このように、今選択されたマーキングパラメータ、しかもロックされたものがキーとして登録されます。こういった仕様の方法もあります。また、もう一つの方法ですが、一旦ロックを外しておきます。 このようにマーキングパラメータ、こちらのパラメータを使用して設定することもできますし、さらに、このマーキングパラメータを一つのパラメータセットとして扱うことができます。やり方は非常に簡単です。マーキングセットを選びたいものをですね。このように選択しておきます。例えば、スケールの Y と1というふうにします。次にアニメーションの板を開きます。 この中のパラメータ、マーキングセットの作成というのがあります。こちらを実行します。そうすると、今、スケールの y と回転の xy、位置の x でパラメータセットが作られました。このパラメータセットですが、エクスプローラーを開くとわかります。各オブジェクトの下にこのようにマーキングセットができています。開いています。そうすると、このように。 先ほど選択したパラメータが一つのセットになっているのがわかると思います。さらにこのセットですが、実はアニメーションパラメータ、マーキングセットを有効でこのように自動的に選択することができます。選択されてますので、ここで K のボタンを押すとこのようにキーが打たれるのがわかります。このように XSI では様々な方法を使ってアニメーションをキー登録することができます。